皆さんこんにちは、メロンクーです。マリオカート8デラックス追加コンテンツ第4弾で新コースヨッシーアイランドが追加されますね。完全なる新コースなのでツアーにも出ていないです。名前の通りヨッシーアイランドをイメージしたコースとなっています。では今回はヨッシーアイランドのコースを細かく見てどのようなコースなのか解説をしていきます。まずは全体図です。はい、こちらが全体図となります。ここがスタート地点です。スタート直後にはアイテムボックスがありますね。そして少しカーブがあり、そのまま進むと水中の中です。ここのパックンに食べられないように注意しましょう。水中の中にはカニがいますね。そして水中を抜けた後に城の入り口のようなものが見えますね。城の中の映像はこの映像しかないです。城の中は洞窟っぽくて光っている宝石のようなものがあります。これだけじゃ中の様子がわかりにくいので、どのようになるのか楽しみですね。城の中の先には火山が待っています。大体この辺りです。火山の頂上にはグライドボードがあります。グライダーで次に道に行くのですが、ここの映像である違和感があります。それはこのハテナの雲です。このハテナの雲を撮った瞬間に赤い足場が出現します。この道を通ったら速くなるのかな。撮らなかった場合出現しないということになります。そして火山の後は、そのままカーブがあり一周します。ここに降りて、そのままゴールです。はい、ヨッシーアイランドのコースが大体分かってきましたね。後細かい点として、コインの絵柄がヨッシーになっていますね。そして、左下の絵にヨッシー&ベビーマリオがいますね。先ほど説明した通り、ヨッシーアイランドのモチーフをしていて、かなり作り込まれています。それでは最後に、全体図と走っているコースの映像を合わせてみましょう。はい、ゴールできました。新コースヨッシーアイランドはこのようになるでしょう。では今回はこれで終わります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。